ね、すごく緑が多いと思うんですよね。だからすごく好きです、市川は。お祭りとっても楽しいです、はい、この辺ですね、自然も多くし、梨美人がいっぱいいます。続いてはマイタウントピックスです。マイタウン市川、田中芳則です。それではトピックスです。4月22日、市川市保健センターで食生活改善推進委員感謝状贈呈および移植状交付式が行われました。市川市は食生活改善推進委員保健推進委員を17年度から増員し、地域の健康づくりを推進していきます。移植状交付式に先立って、今まで活躍してきた食生活改善推進委員35名にこれまでの活動に感謝の意を表し、市川市から感謝状が贈られました。その後、17年度食生活改善推進委員80名一人一人に千葉光之市長から移植状が手渡されました。人口の高齢化に伴い、さまざまな生活習慣病が増えています。推進委員は、正しい食生活をすることによって健康的で幸福な生活ができることを自ら実行し、市民に健康的な食生活を送ることの大切さを呼びかけ、食生活改善に関する講習会として料理一日講習会や親子料理教室など行っています。挨拶に立った市長は、昨年11月に WHO 憲章の精神を尊重した健康都市市川宣言をしました。食生活を通して市民の病気予防、健康増進に協力してほしいと話しました。4月23日、市役所駐車場で2005千葉きらめき総体女子ハンドボール競技市川市開催100日前推進大会が開催されました。8月1日から13日まで、輝きを胸に夢をその手に暴走の夏をスローガンに、千葉県で初めて全国高等学校総合体育大会が開催されます。市川市は女子ハンドボール競技の会場になることから、市川市実行委員会を設立し、その準備を進めています。高校生一人一人が各分野に積極的に参加し、全国から集う高校生をはじめ多くの関係者を温かく迎え、友情を育み、心触れ合う実り多き大会とするため、それぞれの立場で一人一役を担う一人一役活動も推進していきます。私たち和洋高度台女子高等学校は、爽やかで力強い存在を目指します。市川工業高校は、この日は市内の高校から16校が参加して、それぞれ決意の言葉が述べられたほか、ハンドボール競技ポスターやシンボルマーク、そして今流れている大会参加曲青き鼓動が紹介されました。100日前推進大会の後は、 JR 本八幡駅、 JR 市川駅、東西線行徳駅で高校生による市民への PR 活動が行われました。市民の皆さん、市川で行われる2005千葉きらめき総体の女子ハンドボール競技を盛り上げましょう。ただいま市役所多目的ホールでは、市民・納税者が選ぶ市民活動団体支援制度に関する団体の情報などをお知らせしています。市民・納税者が選ぶ市民活動団体支援制度の全81団体の紹介から、届け出方法、届出書の書き方などを紹介しています。支援したい団体を選択したら、郵送、窓口、電話、インターネットで皆さんの都合に合わせて届け出ることができます。いずれの届出も、市民税納税通知書の普通徴収通知番号、特別徴収の場合は特別徴収税額の通知書の指定番号および個人番号が必要です。納税通知書などの番号がわからない場合でも、
窓口と郵送で届け出ができます。本人確認できる身分証明書をご持参していただくか、その写しを同封してお送りください。市役所2階にも受付窓口がありますので、1階多目的ホールで支援団体を決め、そのまま窓口に届けることも可能です。届け出期間は5月10日まで、郵送は5月10日必着なのでお間違いなく。詳しくは4月9日発行の広報市川特集号をご覧ください。 1% から始まる住みよい街づくりに届け出をお願いします。以上、トピックスのコーナーでした。はい、それでは特集です。今回はここ少年自然の家の中にありますプラネタリウムで、千葉光之市長に2月市議会定例会の報告や新年度の抱負などについてお話を伺いたいと思います。大町レクリエーションゾーンでは豊かな自然と親しむことができます。オランウータンやレッサーパンダ、可愛い動物がいっぱいの動物園、サボテンや熱帯植物が観察できる観賞植物園、谷津が生み出す湧き水に恵まれた市川の自然が満喫できる自然観察園、5月1日からプラネタリウム新番組2019年火星への旅が始まった少年自然の家など、楽しい施設もあります。今度のお休みは大町レクリエーションゾーンに出かけてみてはいかがですか。早速なんですが、はいはい、ボランティア団体や NPO 法人などの、市民活動団体を支援していきます、市民が選ぶ、市民活動団体支援制度でした、こちら大変話題になってますよね。まあちょっと長い言葉ですから、はい、そうですね、1% 支援制度とかね、言葉短くしてますけれども、大変市民の方々あるいは全国的にも非常に注目されておりまして、これはどういうことかというとですね、はい、今どの市町村もそうなんですけれども、大変ボランティア活動だとか NPO 活動だとか市民活動が非常に盛んになってきてるんですね、そうですよ ね。ですからそういう意味で、はい、その市民活動が盛んになるのはいいんだけれども、やはり財政的にどこも苦しくて、なんとかその財政を支援させてあげ、支援していく制度はできないもんだろうかなって考えてたんですよ、はい、で今後もっと増えるでしょうし ね。今までのように例えば行政が補助金だとか助成金とか上から入ってこうお金を渡すんではなくて、はい、やっぱり市民が主体になって自分たちがこう育てると、あるいは支援していくと、市民からこの自分の身近な運動ですので、はい、市民の人たちが中心になって考えていく制度にした方がいいんじゃないかなということで、はい、こういう制度ができたんですけどね。なるほど、これはなんか税に関しての目的もあるようなんですよね。そうですね、市民税を納めるその 1% ですから、はい、自分の税金のことも関心を持ちますよね、はい、そういうふうにこう市民の方が支援していくことによって、こうなんていう、行政ではできないようなことをやっていくっていう狙いなんかもあるんですかね。そうなんですよ、これはですね、やはり市民の皆さんがこの選ぶということは、はい、いろんな今いろんな色ニーズっていうのが、市民のニーズっていうのは広がってますから、はい、行政が全部に手出せなくなってきてるんですね、ですからそういう細かい部分というのは市民活動の皆さんに、お願いするようになるのではないかなと思います。だからそういう意味で市川市では共同という言葉を使わせていただいてるんですが、協力の協に共に働くという共同という言葉で、共同の社会ということを非常に大切に考えてるんですが、この 1% のこの支援制度によってですね、この市民がこのボランティアあるいは市民活動というものを身近にこうあるということを理解してもらう、そしてどんな活動をしているのかをですね、市民の一人一人の方が分かることによって、それが地域に根ざしてくるということですね。
どんな団体がこの 1% 支援を希望してるんでしょうか。これはですね、もう市民活動している団体というのはもう非常に多いんですよ、はい、もう200以上団体あるんですね。そんなにあるんですか、ですけれども今回審査委員会を通って申し込まれて審査委員会を通った団体は81団体なんですね。ですからその団体のですね、4月の9日だったと思いますけれども、はい、市川市広報でその団体を紹介させていただいて、そしてこの中から選んでいただきたいんですがという形で、まあ、申し込み方法もその広報にもつけましたし、これからパンフレットの裏側にもあったり、はい、電話でもあるいは市の窓口へ来ても、はい、インターネットでもいろんな方法で申し込みはできるんですけれども、はい、この宣伝を市民の方にそれを分かってもらおうというのがね大変なことで、はい、実際にはプレゼンテーションを3つの会場で行ったりですね、あるいはこの CATV でも3週間にわたって、はい、いろいろご紹介をいただきまして、はい、いろいろありがとうございます、はい、それから市川 FM だとか、はい、それから市のホームページでも紹介をさせていただいてます。ですからまだ間に合いますので、はい、もうぜひですね、はい、この申し込んでいただければなと。それが市川市全体がですね、はい、市民活動そのものも活性化するし、いろんな活動が市民と一緒にですね、はい、できるようになっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、だからそういう各団体のプレゼンテーションにはほんの少しの間でいいですから、こう耳を傾けていただいて団体を選んでいただきたいですよね。いろんな、この細かくは言えないんですけれども、はい、そうですよね、というような、はい、面白いなこの団体っていうのがあると思うんですね。ですから自分でまた市民の方々がそれを見ていただいて、はい、じゃあこの団体の運動、私も 1% ばかりじゃなくてこういう運動に私も参加したいというような動機づけになったりですね、はい、またそういうことによってその活動が活性化していく、活発になっていくということもあるんじゃないかなと思いますね。そうですよね、そういうことを通して私たちはその活動を知っていくことができるわけですもんね。そうですね、ですからね、いろんな効果が出てくるんじゃないかなって期待してます。そしてその結果というのはいつ分かるんでしょうか。これは5月の末になりますけれども、はい、まあ、どういう市民の方々がどのぐらい参加してくれて、はい、額はどのぐらいになったかっていうのは5月の末までには確定いたします。そしてですね、この制度、まあ、市川市が全国で初めて、そうなんですよ、行うということで、他の自治体ですとかの NPO 関係者、それからも全国のマスコミからも注目されてますよね。まあ、本当に多くの、はい、そういう市民活動団体の方々が、はい、見学に来ておられますし、はい、でどういうふうになるんだろうかっていうふうな結果もですね、非常に注目されてます。はい、でまあ、いろんな意味においてのご批判もいただいてますから、そうなんですね、あれなんですが、ただ嬉しいことには5月の11日には NHK のクローズアップ現代でも取り上げていただいたし、はい、今まで来るまでにもいろんな新聞が、はい、取り上げていただいた。特に朝日新聞では天星人語で紹介されたということで、ですからそういう意味では非常に前向きに取り上げてくれておりまして、はい、大変嬉しく感じております。ただやはりそういう、先ほど申し上げましたように、やはりこれからこの行政が補助金助成金といったっても200何十団体には出し切れないですよね。そうですよね。ですから市民が選ぶというところにこれからいろんな意味においての大切さがそこに隠されてるんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。ところで市川市は昨年11月に、はい、健康都市市川宣言というのを行ったんですが、はい、今度市川市が、うん、この健康都市連合日本支部の会長市に選ばれたそうですね。これは4月でしたけども、はい、沖縄の宮古島の平良市という市があるんですね、はい、で今度10月にはそれが統合されるんですけれども、平良市で、行われまして、平良市さんがこのアジアの WHO の連合の理事市になっておりまして、はい、でそこでそういうことで開かれたんですけれども、はい、その大会で市川市が会長と代表と支部代表という形になりましたので、はい、ちょっと責任が重く感じておるんですよね。いやでも大変名誉なことですよね。嬉しく感じてます、うん、それと同時に昨年の、はい、マレーシアの
クチンというところで行われた、はい、アジアの WHO 健康都市連合の設立総会で、はい、市川市がフィリピンのマリキナ市とその提携を結んでですね、まあ、健康都市に対するプログラムを提言したんですけども、まあ、市川市が中心にでマリキナ市さんがそこにじゃあ私たちの市でやってもらえないでしょうかっていう提案があったんですけれども、それがWHO で認められまして、はい、今年マリキナ市から食生活改善の問題なんですが見学に来られますし、それ視察でいろいろとね勉強に来たいっていうんで、そして市川市からまた指導に行くということ、この費用は全部 WHO が持ってきたわけですよ。ああそうなんですね。そういう情報をアジアに向かっていろんな都市へ、市川市は市川市なりの情報をいろいろ発信させてもらうと、はい、そしてまたいろんなアジアの国々からまた情報をいただいて、我々が勉強になることは勉強し、まあ、互いに勉強し学び合って、そしてこの、まあ、国と国とのいろんな問題もありますけれども、はい、都市間交流の中でそういうような交流の中でアジアの平和へとこうつながっていければねという夢を持ちながら WHO の健康都市ということで進めさせてもらってるんですけどね、はい、具体的に新年度はどのような事業を行っていくんでしょうか。うん、そうですね、新年度はいろんな事業があるんですけれども、はい、まずその中心になるのは保険だとか医療だとか福祉だとかっていう中心になりますよね、はい、ですから、食生活とか保険とかを、はい、今年ちょっと基本的な問題をちょっと力入れようと、はい、で食生活改善運動という、今非常にファーストフードが多くてですね、大変お腹がいっぱいになればという健康とこの満腹というのをですね、はい、あまりこう健康のために食べてるんですね。食というのは人を良くするっていうで食なんですね。ですからその食が本当に人に良い食事になってるかどうか、そういうのを指導する食生活、生活指導の人たちがいるんですけども、はい、その人たちをもうちょっと増やしていこうとか、だから保険予算を増やしていこうとか、はい、地域へ出てってもらおうというようなことをまずやろうと、はい、いうことが第一点と、はい、それから学校で特色健康というものを取り上げてですね、このヘルシースクールというのをですね、はい、やっていこうだとか、それから市民健康賞というのを作ってみようだとかですね、小学校の5年生と中学1年生の希望の方々だけなんですけれども、はい、血液検査をさせていただいて、そしてそれぞれ個人がどういうような、はい、例えば指導していかなきゃいけないのか、例えば糖尿病があるんだとか高血圧だとか高脂血症だとかいろんなこの血液から分かる病気ありますよね、はい、その病気をもしそういうことが可能、そういう方向に体がいってるよっていうのを早くキャッチして、早くその人の、生活習慣を直してあげるというのを取り組んでいこうと、今まではこう大勢に向かってこういうことしちゃいけませんよ、こういうことが一番体にいいんですよって言ってたんですけど、はい、僕は関係ないよっていう人たちが多いと思うんですね。そうですね。それよりも個人をこう指導していこうと、はい、そして個人指導を中心に考えた健康というテーマで取り上げていこうということですね、はい、まあ、大人も子どももみんなでこう健康都市を目指していこう、はい、ということですよね。まあ、その他にですね、はい、まあ、私たちが思いっきり空気吸えるような緑の問題だとか、はい、どのように緑を保全していくかからですね、環境の問題だとか、それから心の健康というのもありますしね。そうですよね。ですからそういう意味では文化だとか、はい、環境問題、あるいは安心安全な街というのも、はい、やはり健康とはこう話して考えられない問題なんですね。そうですね。まあ、それを一つずつ説明すると長くなりますから、はい、今回はできませんけれども、はい、まあ、そういうことも合わせて健康というまちづくりを進めていこうということなんです。他にもいろいろお話を伺いたいんですけれども、うん、まあね、時間の関係もありますので、私が個人的にも一番気になっています、うん、子育て支援について伺いたいんですが、かなり子育て支援にも力を入れていますよね。うん、そうなんですよ。まあ、例えばですね、はい、この乳幼児医療費、県はですね、はい、2歳までなんですね。そうですよね。無料化が。で、市川市は今まで3歳までやってたんです。はい、で今年から4歳まで、さらに1歳上げて、
だから県とはもう2歳も違うんですけれども、ね、この分は市単独事業ですから、その分の費用は市が払うという形を取るというようなね、もう早く県も上がってきてもらいたいんですけれども、本当ですか、結構大変厳しいんですよ、ね、そうなんですね。でもまあ家計の負担がね、そうそうそう、だいぶ減りますから楽になりますよね、やっぱり子どもの、その健康という立場から考えても、はい、また今のお父さんお母さんが働く立場、そういう環境から考えても、やはり子どものそういう持つ環境というのをどういうふうに改善していくかというのは非常に行政としても大きなテーマですよね、はい、ですから例えば学童保育の問題も、まあ、非常に要望も多くなって、それも急うなぎ登りのこう毎年急に上がってきてるんですね、要望が。今まではこうだったんですけど、急にグーンと上がって、その上がったのにやっぱり行政はできるだけ対応しようということで、はい、今年は柏井小学校の学童保育を建て替えて、需要がもう十分耐えられるようにしようということか、あるいは今度は南の方の行徳小学校も、はい、増設してそれに耐えられるようにしようだとか、いろいろなことも行います。それからその学童保育というのは3年生までなんですけども、はい、4年生以降というのは、まあ、1人で活動できるだろうということで、そういう制度がないんですけども、はい、市川市では4年生からまあ中学生でも昔子どもたちが集まっていろんな遊びをやりましたよね、はい、そういうのをちょっと横文字で分かりづらいんですけど、ビーイングという形でですね、子どもの居場所づくりビーイングという名前をつけてるんですよ。でこれが今年7校目が、はい、開設されます。それで子どもたちが集まって、そこには子どもばっかりじゃなくて地域の人たちにも入ってもらって、はい、子どもの遊びを一緒にでこの遊んでもらうというようなシステムで、大変これも好評なんですよね。そうですね、そういうのにももっと力を入れていこうというふうに思ってますこれから、ところで市役所なんですが、うんうん、子育て支援関係の窓口がなんか1階に移動していたような気がするんですが、そうなんですよ、今までは2階3階だったって、はい、意外とお子さんの小さいお子さんを連れてくるんですけど、はい、2階3階ですとやはりちょっと問題があると思いまして、全部1階にまとめさせていただいて、お子さん関係は全部1階で、はい、しかもフロアも広くなって、相談からいろんな事業を、お子さん事業は1階と、まあ、それだけ少子化対策に行政もいろんな面で考えて対策作りをしていこうと考えています、はい、次は新年度の予算について伺いたいんですけれども、はい、どうなっているんでしょうか。これはですね、はい、総額で1964億3300万円なんですけれども、はい、前年度比で比べてみると 1.7% 増なんですね、まあちょっと自慢できるのはですね、はい、もうほとんどの市町村は今日本全国で言えばですね、もう前の日の前の年よりもプラス予算が組めない状況になってるんですね、はい、それだけまあ非常に厳しい財政状況なんですが、市川市は5年連続でプラス予算が組めてるんですよ、はい、素晴らしいですね、これはですね、はい、まあ早くから行財政改革に取り組んできたという成果だというふうに私は思いますし、はい、まあ、それだけ財政を健全化していくのに、みんな市民の人たち、あるいは職員の人たち、多くの人たちの協力をもらってですね、はい、財政が今健全化へと、はい、一歩一歩歩んでいるというような形の中で、まあ、決して楽ではないんですけれども、はい、税収は毎年10億円ずつ下がってますから、市長さんのこう努力の結果がこうプラス予算に結びついていったという感じがしますね。いや、これは多くの人たちのご協力なくしてはできないことなんですけどね、はい、市長さんの変革と挑戦はまだまだ続きそうですね。まだまだこれはまだ完成したわけではありませんし、はい、まあ、一つのいい方向が出てきたというふうには言えるんではないかなと思いますね。なるほど、ところで楽しい話題はいかがでしょうか。そうですね、東山魁夷先生のですね、はい、展示館がこの秋には完成いたします。でその内容はですね、もう本当に東山先生の日記からお手紙から、はい、いろんなものがこの東山先生の人間東山先生というのが出せるような展示館になりますので、はい、ぜひね見に来ていただきたいなと思います、はい、で あそこの生涯学習センターの中に、はい、アートギャラリーとしてあった東山先生の
あれは亡くなりまして、はい、この学びの広場と一緒になった文学プラザっていうのができます。この文学プラザは、まあ、初めて市川市でできるんですけれども、はい、市川市には多くのですね文学関係の方々がいらっしゃいますんで、それがある程度市民の方々に、あ、こういう方がいたのかということが、はい、そして、まあ、これからそれをさらにこう市民の手でですね、また行政と一緒になって大きなものにしていきたいなと思いますけども、その第一歩を踏み出させていただこうというふうに思ってます、はい、もうそちらも楽しみですよね。本当に楽しみがいっぱいですありがとうございます、はい、今日は千葉光之市長さんに2月市議会定例会の報告や新年度の抱負などについてお話を伺いました。市長さん、今日どうもありがとうございました。市川市からのお知らせです。市川市民アカデミー講座の受講者を募集しています。市川市民アカデミー講座は昭和学院短期大学、千葉商科大学、和洋女子大学の協力により、大学の教室を会場として新しい知識を習得し、広く仲間づくりを図るとともに、学習の成果を地域活動の中に生かし、市川市における地域社会づくりを目的としています。受講申込書に必要事項を記入し、決定通知送付用封筒とともに障害学習振興課へ5月10日までに届くようにしてください。応募多数の場合は抽選です。5月20日金曜日までにお知らせします。詳しくは障害学習振興課のホームページをご覧ください。